ズモアクション4のね、テスト撮影にやっていきました。はい。今からですね、このオズモアクションを使ってですね、いろいろと、テストしていきたいと思います。はい。それではですね、このオズモアクション4のですね、画質の方ね、見ていきたいと思います。はい。特にですね、私の方は、まあ、画質をまずね、求めていきたいというところで、今は 4K60p の水平ね、保つモードでね、撮っております。はい。まあどんな感じかな。で、一応ね、10bit D-LOG-M になりますね。はい。まあ普通に歩いております。で、夕方ね、差し掛かってきてますので、まあいい感じで、まあシャッタースピードの方もね、なってくれるんじゃないかなというふうに考えています。うん、まあ画面見てる限りでですね、結構綺麗だと思います。はい。ここね、ちょっと軽く回ってみましょうか。はい。まあなんかね、雰囲気がありますので、で、まあ今どうなんだろう、これ広角の状態なのかな、歪みがある状態なのかな、これ歪みない状態ですよね。はい。になってますので、まあ、これぐらいのね、画角で私は撮っていくかと思います。はい。で、マイクはですね、今、内蔵マイクで撮ってますけど、まあ、そのあたりもね、チェックしていきたいと思います。ちょっと、シャッタースピードがね、やっぱり気になるので、私の方は。はい。なので、ちょっと今からね、繋いでみます。はい。で、このね、環境下で行くと、このね、画面録画しているかと思いますけど、このね、640分の1になるわけなんですよね。まあ、それでいくとね、やっぱりね、映像的には違和感が出るかと思いますので、まあ、やっぱりね、ND フィルターが必須かなというふうに思います。はい。で、まあ、結構この夕方の時間で、まあ、この状態になりますので、もっとね、この日中一番明るいところでいくと、今ね、1000分の1まで上がってね、行きましたけど、まあ、それでいくと、やっぱり、まあND フィルターないと、ちょっとやっぱり違和感のある映像になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。この辺暗くなると、まあそれでも640か。はい。になってますね。はい。ちょっと暗いところばっかり行ったらどうなるかな。まあでもここ明るいか。まあ例えばこの辺とか。この辺で320。ISO感度を270に上げたという感じかな。はい。ということでね。まあ、やっぱりシャッタースピードが、速くなってしまうので、まあ、それで行くと、まあ、ND フィルターね、今、どれが使えるのか探してますけど、メーカーさんの方にもね、問い合わせをして、Osmo Action 3 の ND フィルターが、使えるのかどうなのかと。いうところね、今確認しております。はい。で、今ね、この辺は、コキアがね、だいぶ、成長してきてるところになってて、まあ、この辺のね、映像が、まあ、どんな感じで、撮れているかというところがね、気になりますよね。はい。まあ、より、まあ、一応ね、センサーサイズが、若干、大きくなったということになってますので、まあ、それでいくと多少ね、期待できるんじゃないかなというふうに思っています。で、今はね、ログ撮影を試しているんですけど、まあ、それで、どんなね、仕上がりになるのか、後からね、編集で確認したいと思います。はい。もういいね。はい。こんな感じか。では、いっぺんね、標準カラーにしてみたいと思います。はい。こちらがですね、ノーマルのね、カラーになります。結構ね、画面で見ている限りでは、結構濃い色が出てるかなという感じですね。で、空の色も、こうやって見ると結構ね、青く、見えてますけど、この液晶の画面では。まあ、ここまでね、自分の目で見ている限りでは濃くないですね。まあ、なんですけど、まあ、濃く、この DJI のね、絵作りをしているよと。いう感じですかね。はい。まあ、この辺の、画質のね、出方も、
チェックできたらなというふうに思っています。でシャッタースピードがね、速くなってるので、まあ、逆に言うと、ハイパーラプスとかね、そういった映像にはね、向いているのかなというふうに思いますので、ちょっとねハイパーラプス撮りたいかな。はい、ちょっとねやってみたいと思います。はい、それでですね、マイクのテストをしていきたいと思います。はい、でマイクがですね、今回ねホリーランドさんの、ダークマックスですね。はい、こちらをつないで、撮っていきたいと思います。まあ事前にですね、つながることは、確認してますので、まあ、そのね、音質だとか、あとはね、まあやっぱりこのオズモアクション4をね、使ってまあその音声をね、綺麗に撮りたいという時はまあ、こちらね、使えるんじゃないかなというふうに考えています。はい。ではね、早速繋いでいきましょう。はい。ホリーランドのですね、ダークマックス。はい。で、付属にね、入っているこの、タイプ C のね、ケーブルがありますので、まあ、これをね、オズモアクション4に繋いでいきます。で、そうすれば、あのね、認識されますので、これでね、ワイヤレスマイクが使えるようになります。まあこんな感じ。こう繋いで、はい。はい。でね、私の方にこうね、ついているよということになります。はい。これでやっていこうかな。はい。ということで、こちらがですね、ラークマックスの音声になります。いかがでしょうか。結構ね、あの、セミがたくさんね、鳴いているので、あの、なかなかね、あの、厳しいとは思いますけど、で逆光だったらねちょっと暗かったですけど、こうね、逆に歩いていけばまあいい感じかな、はい、になりますね。ちょっとまた逆光に戻りますけど、はい、まあこういう形で、使えますので、結構幅広いね形で使えるんじゃないかな。はい。でまあ内蔵マイクの方もね、結構あの他の、レビアのね、皆さんの、ものをね、見てましたけど、結構音もね良かったかと思います。まあ、でもですね、やっぱりこのワイヤレスマイクね、使う方がいいかと思いますので、まあ、その辺ね、チェックしてみてください。であとはここね、ちょうどこう森というか、はい、結構暗いところにね、なってますので、ノイズ感だとかもチェックしてみてください。今はですね 4K60p と、なっております。はい。まあ基本的にはね、私は画質よく、撮りたいと思っているので、まあこの辺もチェックしつつですね、まあこんな暗いところでは基本アクションカムね、使わないですけど、まあただね、一応チェックだけね、しておきたかったのでやっております。で、私のね、用途的にはですね、まず、車のね、外にこのね、オズモアクションを、つけてですね、撮影したいなというところで、まあ、例えばね、タイヤのね、こう、動く、ところね、撮るだとか、はい。まあ、そういったところを撮りたいですし、まあ、いろいろとね、まあ、外につけて、撮りたいというところで、このね、オズモアクションを選びました。はい。別にね、3でも良かったとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりね、新しいもの好きなので、まあ、そういったところも含めて、私はね、このオズモアクション4を選びました。はい。で、あとね、もう一個、私の使用目的としてはですね、野鳥撮影の時のですね、POV の、まあ、カメラとして使いたいなというふうにね、思ってまして、まあ、それでね、このあたりに、まあ、つける形で、野鳥撮影のね、様子を、まあ、このね、オズモアクションで撮っていけたらなというふうに考えています。はい。まあ、なので、もう少しね、今、あの、マイクの、受信機、手持ちでね、撮ってますけど、やっぱリグが欲しいですね。はい。リグを買って、まあ、おそらく、オズモアクション3の、リグがね、使えるようなので、まあ、それでね、買ってみようかなというふうに考えています。はい。まあ、なので、まあ、車用途ももちろん、使えると思いますし、まあ、場合によってはね、オンボードカメラ的な感じでね、撮りたいなっていうのもありますけど、室内、まあ、車内、
でね、撮る場合っていうのはやっぱりね画質落ちると思いますので、まあ、それでいくと私はね、車内の方では、ミラーレスのね、カメラ、Z30 を、使ってですね、撮影したいなというふうに考えています。まあそういう形で、まあ、これからね、ノートオーラをですね、相棒にいろいろと、まあ、回っていろんな撮影をしていく中で、まあ、このカメラのね活用を見つけていきたいなというふうに考えています。はい、まあ、ざっとねこんな感じかな。はい、ちょっとねそっち行き止まりだからこっから中入っていかなあかんのかな。はい、みたいですね。でどうだろう、ここついて多分まだね30分ぐらいかななんですけど、バンバン当たってたかな。はい、まあ、30分ぐらいなんですけど結構ね、バッテリーは減ってます。はい、まあ、今回はね、私スタンダードコンボをね、買ったんですけどちょっとねバッテリー1本じゃ足りないかもしれないですね。結構減ってます。はい、まあ、特にこのマイクつなぐと余計なのかな。うん、そうですね、なんか給電してるっぽいので、まあ、それでいくと、まあ、余計ねバッテリーが減るんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあこれでね、今回の、検証とさせていただきたいと思います。